セルゲイ・ビクトロビッチ・リジコフは、ロシアのサッカー選手。ポジションはゴールキーパー。1999年、サリュート・エネルギア、ベルゴロードで、プロデビュー。2005年に所属した FC ・アンジ・マハチからでは、チーム MVP に輝いた。アンジでの活躍が認められ、2006年に FC、ロコモティフ・モスクワに加入するが、控え GK に甘んじ。 2007年途中に FC トム、トムスクに、レンタル移籍する。2007年11月22日、FC ルビン火山へ完全移籍1年目から、聖守護神として活躍し、チームも、圧倒的な、強さでリーグ初優勝に貢献した。2018年8月1日、10シーズンを過ごしたルビン火山を離れ、クリリア・ソベトフ・サマーラに2年契約で移籍した。 ロシア代表としては、2008年9月のウェールズ戦で、A 代表初招集。初招集から2年半後の2011年3月29日の、カタールとの親善試合で A 代表デビューを飾った。ファビオ・カペッロ体制では未だ出場機会に恵まれて、いないが、第 3GK として 2014FIFA ワールドカップのエントリーメンバー23人に選出された。 ありがとうございます。